はい、こんにちは。宝塚市にあります中華料理シーファンの松本です。今日はね、小柱の餃子を作りたいと思います。どうぞ。小柱を解凍しました。胡椒、チキンコンソメ、お醤油少々、塩、砂糖、片栗粉、落花生オイルとごま油、背わたと枝豆を加えます。はい、小柱のね、あんの完成です。これをね、冷蔵庫で冷やし固めます。はい、ではね、餃子の皮を作っていきますよ。浮き粉。浮き粉に対してね、4分の1ほどの片栗粉です。これを混ぜます。混ぜて、ボウルのね、半分に寄せますよ。この半分のくぼみにお湯を入れます。粉とお湯を混ぜるように一気に混ぜますよ。繰り返して少し蒸らします。はい、ではね、皮にラードを少し加えます。練っていきます。熱いのでね、やけどしないようにしてください。餃子の皮の完成です。はい、ではね、ビニール袋に入れて、はい、これもね、30分ほど寝かします。はい、ではね、皮を伸ばしていきますよ。
はい、ではね、これを5分蒸します。はい、蒸し上がりました。仕上げにね、とびこで色合いをよくね、鮮やかにします。どうですか、小柱の餃子です。透き通った皮が綺麗ですね。この皮は浮き粉でできているので、プリプリした歯ごたえですよ。貝柱の甘みとトビコの塩分がめちゃくちゃ美味しいです。いかがでしたでしょうか。こんな感じでいろんな中華料理これからもご紹介していきますので、チャンネル登録していただいてご覧になってください。ではまた。